どうも、ただのたくことあくにゃんです。はい、今日はですね、ファンサ大賞2020でーす。毎年やってるんですけど、その年にあったファンサの中で良かったものを発表していくという楽しみいただければなと思います。それではエビバディゴー。1月5日です。エンクスのすんちゃんっていう子がいるんですけど、団体チェキっていう文化があって、メンバー12人とファン12人の総勢24人でチェキを取るっていうなんか文化があるんですけど、その時にほぼもう顔なんか映んないわけですよ、24人をチェキで取ろうとすると。だから結局みんなその時間を買ってるだけで、基本的にずっと喋ってるのね、もうカメラも見ずに。でその時に推しのすんちゃんがわしが寒そうにしてたのを見て、上着を脱いでわしにかけてくれたの。え、すごくないこれ。キュンみたいな感じになってて、優しいかよ。そう、かけてくれた瞬間の写真も撮れてたりするし、もうわしめっちゃ見ちゃうの。チェキってこうさ、整体した時にどれだけ相手がこうわしに寄ってるかみたいなの見ちゃうの結構。だから嫌いなオタクとかも見るの、あ、全然あれ頭くっついてないねとか見るんだけど結構こうやって寄ってきてくれてて、背中丸まっちゃってるぐらい寄ってきてくれてたからもうマジ最高みたいな。これがもう1月のオタ活初めたでもう最高のね、スタートダッシュだったんですよ。でね、まあこの時に本当にハマりすぎて、毎公演3万ぐらい使ってたんですよ。でそれをまあ5日間とかやるわけじゃないですか、午前夜午前夜とかやっていくと。でもう30万ぐらいボンって飛んでったっていう続いて1月12日これは日本人の頭の時6っていうグループがあって、そこが無料でジョル原宿でやるっつって、私ジョル原宿で無料で見たことねえなと思って行って、結構派手な顔の子が多い中、すごいなんか高専でみたいな人がいて、え、マジサッカー部みたいな人がいたので、へっと思って、しかも担当カラーも青で、肌も結構なんか小麦色な感じで、髪の毛も全然ノンセットみたいで、メイクもしてないみたいな、ただ単で高青年がそこで踊っててマジめっちゃ惹かれてとか今言ってますけど、実際ね、何に惹かれたかって、ね、めちゃくちゃ腹散らしてんのよ。4秒に1回ぐらい腹散らしてるもんだ。衣装のサイズ合ってないんじゃないですかってぐらいすげえ腹散らしてて、そんぐらいちゃんと腕を上げて踊ってるっていうことなんだけど、特典会に行くことにしたんですよ、チェキ会に。結果なんか高青年なところがいいとか言いつつ、やってもらうのはリアコチェキっていうゴリゴリにアイドルやらせるっていう、リアコでお願いしますとか言って、え、なんかすいませんっていう気持ちになって、もうその日なんかほんとなんか申し訳なくなっちゃって、ご飯なんかもう喉通らなくてなんかもうタピオカだけしか飲んでないしかもさ、1月15日さ、まだタピオカ流行ってる時代だからね、なんなら続いて1月19日です。これジャニアイを見に行ったんですよ。みじゅきくんがですね、なんとパツキンになっていて、ね、何が良かったかって、みじゅきくんの金髪を見れたのはもちろんありがたかったんですけど、みじゅきくんのね、金髪のプリンが見えたんですよ。ここがちょっと黒くなってくるじゃないですか、人間って。公演の序盤の人はプリン見えないんですよ。推しの、なんか、なんつうその、初がっつりプリンを見れたっていうのが、個人的にはめちゃくちゃ熱くて。しかも2階席からだったから見えたし、ミジュキのプリンすごいみたいな気持ちで。全然わかんないんだけど。1月25日です。この日ですね、なんとですね、まあ、軸推しの方がですね、いない公演となっておりまして、推しがですね、ちょっとなんか、1月25日現時点での公表としては、まあ、体調不良ということで、まあ、推しがいなかったんですけど、まあね、推しがいないと言いつつね、もうこっちもこっちでさ、そんな急にいなくなると思わないからさ、バチクソ普通にケーキ作ってるわけですよ、こっちは。みんなで割り勘して、なんかみんながさ、気使ってくれて、なんかもう、アクニャ推しいないから割り勘参加しなくても大丈夫だって言ってたよね。でね、サイン会の時に、まあ推しがいないから、まあ2番目ぐらいに好きなことを、うん、まあね、いろいろあるよね、みたいな、みたいな、このなんか無言のなんつうの会話というか、ちょっとまあお互い察そうね、みたいな。なんとなくさ、雰囲気暗い感じの特典会だったよね。しかもそういう時に限ってさ、黒スーツだったからさ、もうお葬式なのよ、もう。で、しかも、うちら、うちら遅刻しちゃったの、その時。そうだ。で、後から入ったんだけど、1曲目でなんかメンバー号泣してたらしくって、なんか普通に雰囲気暗くないとか言ったら、え、さっきまで泣いてたんだよ、みたいな。うちら遅刻してるから。そんな時に。先駆けてるね。コロナで推しに会えないならわかるじゃん。コロナじゃないのに推しに会えたから。最悪やるね。続いて飛びまして2月8日です。まあ僕といえば DD みたいなとこありますけど、本当にこれは褒めてほしい。演歌会に行ってまいりました。あそこどこだっけ、東東十条、東十条行ったことねえな。辰巳優斗くんっていう若くてイケメンの演歌歌手っていう子がいて、フリリーベにお邪魔させていただいたんですけど、かっこいい、なんか顔小さいみたいなこと言われて、なんかそれ、あれだっす、あれっすってやったっていう。次元お父さんですかって言われて、え、お父さんですかって言われて、なんか笑顔だったよね。すごい和やかだったよね、本当になんか NHK って感じだったもん。続いて2月23日、こっからですね、新しい推しが増えましたー。OTC というグループのロウン君って言ったんですけど、まずリス側を、
ダンス超ちゃんと踊る、そして僕より年上にニャー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 ってやってるのが好きなので、年上最高だなと思ってて、このロン君っていう人に久々にね、ビビッと来てハマっちゃったんですよ。本当に優しいし、もう顔こんななの、マジで。何にハマっちゃったかっていうとね、大金っていう文化があって、毎回、ハグをしてくれるんですよ。毎回してたよね。そう。アフニャーンって。アフニャーンって。そうです、こいつだけじゃない。アフニャーンって。その時もなんか、ハグし返せないの、もうなんかアイドル様だから、もう。もともとしてるよね、みたいな。そう。で、遠くでなんか TO が見てて、なんかめっちゃキレてるっていう。そんなことあったね。全然いいんすよ。TO と仲いいんで、多分ふざけながらも多分ちゃんと怒られてました、彼は。それでも、すごいのは、彼がやめないんですよ、ハグを。しかもなんか、さらにそれがもっとこじれて、他のメンバーも公演中にわしにハグするらしいんです。ローンクのファンからも、ユオンさんのファンからも、ソース感からっていう。もう、アクリアンのこと取り合いしないでー。何日後かに発覚したのが、他の男のお宅にもハグしてたってことが発覚して、あ、男の子にハグする人なんですね、つっても、せいーっつってなって。お疲れ様でした。ありがとうございましたっていう感じになったんだけど、マッコンの時にもハグしてくれて、マッコンの時はケーキをね、みんなファンがあげたいと思ってたのに、それをわざわざ他のメンバーに持たせてまで、わしに最後ハグしてきて、で、その次の日が空港のお見送りだったんで、空港まで行ったんですよ。空港の行きの電車までマジであいつ服着ろよとかって決めたのに、実際目の前にするとなんか、ってなっちゃって、手紙すら渡せないっていう。雑魚、マジで雑魚。クソ雑魚。次ファンサーとして語れるのが9月20日っていうもう、エンクスのスンちゃんっていうことを4トンっていうのをやったんですけど、なんかアクニャンに似た息子が欲しいなーとか言われたり、ピピピピピってタイマーが鳴っちゃって、それでもう終わりの合図なわけ。そしたらなんか向こうが、あー、アクニャン、カジマーってなんか、アクニャン行かないでーみたいな、いや、お前が停止スイッチ押すんだろうと思ったけど、終わっちゃうの寂しいって言ったら、アクニャン友達いっぱいいるじゃんって言われて、その次に言われた一言が、僕はアクニャンしか友達いないのにって言われたもん。メンバーとは仲いいんですけど、やっぱメンバーはイコール友達ではないの。メンバーはいるけど友達が欲しいよとか、メンバーはいるけどやっぱ事務所が違う子に仲いい子が欲しいと思ってる子が好きで、でそれをわしで埋め合わせしてくるアイドルってスンちゃん以外にも結構いるの。やっぱ身近に仲いい男の子がいないから、なんかアクニャンと喋ることがなんかすごい面白いっていうか、そのなんか友達って感じがしていいって言ってくれる子が結構いて、わしもなんか結構フランクに行くタイプだから、本当になんか友達と喋ってる感じがしていいみたいな評価を、まあ営業で言ってくれてるのか分かんないけど、そういうこと言ってくれる子がいるから、でスンちゃんもなんかアクニャンしか友達いないのにって言われた瞬間にもうってなっちゃったの。過酷。そう、え、好き、え、好き、いろいろ言われたんだけど、最終的にやっぱ一番嬉しかったのが、韓国人って間が空くとご飯食べましたかって必ず聞いてくるの。やっぱまあ唐揚げって言って、唐揚げでわかるみたいな。でもまあわしは唐揚げよりスンちゃんの方が好きだけどねーとか言ってたら、何と比べてんだよ。スンちゃんが、などアクニャンポダ唐揚げちょわって言ったの。え、それ嬉しかったんですか。いや待って、だって唐揚げって結構上位だよ。え、待って、待って、好きなおかずランキング調べよう。はい、来ました。好きな食べ物ランキング1位から180位あるうちの、なんと鶏の唐揚げ第4位です。すごくない？それより上だよ。ねえ、それだって上、焼肉、寿司、カレーライス、アクニャンってことだよ。すごくない？そこに入るって。へぇー、第4位やんけーっていう。ちょっとよくわかんない。え、そのトンツキ具合もいいじゃん。なんかわいいよ。結論、かわいい。かわいい。次最後、9月20日、ボーイズボーイっていうグループがあって、そこの田淵玲くんっていうことを言ってもらって展開やったんですけど、田淵玲くんがもともとミスコンに出てたんです。あ、ごめんなさい、僕ね、ちょっと本当に DD でミスコンの方にも手を出してるんですね。大学ミスコンの方にも手を出しておりまして、その時にめちゃくちゃ応援してた子がいて、その子が今ね、あれか2年ぐらい経ったのアイドルになってて、4トンっていい機会だと思って、なんかライブ会場までは行けなくても、電話だったらできるわと思って電話して、繋がった瞬間に、あれみたいな、あれ僕のこと応援してくれてましたよねって言われて、え、覚えてくれてるんですかみたいな。そう。で、その時別にやりとり特になかったの。で、なんか実は、なんかあの時結構嬉しくて、その後もうなんかお会いしてみたかったんですって言われて、と思って。それでなんかすごい喜んでくれて、なんか電話で、なんか今日本当にお話できてよかったですみたいな。それでちょっと湧いちゃったっつう話。まあ、僕はね、ちゃんとやっぱ偉いというか常に新規開拓を心がけているので、他に気になったこともやろうと思って、新井宝くんっていうことね、やったんですよ。2001年生まれですよ。2001年生まれの子に魚洗って電話してんだよ。それでまあ新井くんってやったんだけど、なんか繋がった瞬間になんか、あ、びっくりしたみたいなこと言われて、アイドルの人がかけてきたと思ったみたいなこと言われて、もういやいや、そんなことないそんなことないっすみたいな、本当にもうで、なんかずっとあ、あ、出てるって言って、しめっちゃ可愛かったあれ。あ、お願いしまーすって言ってて。
はい、ということでまあいろいろ語ってきましたけど、前からですね、最後に大賞の方を発表したいと思います。ファンサ大賞2020最優秀賞は、デグ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 デン、唐揚げよりアクリアンが好きです。イエーイ。それなんだよ。いやー、やっぱね、これと同じこと、まあないしは似てることを他のアイドルが言えるかって言ったら絶対に言えないと思う。まあそうだよ。ありがとうとか、え、どういう意味、意味わからねえ、何言ってんので終わりますよこれは。でもやっぱスンちゃんだからこそ、唐揚げよりアクニャンが好きーって言えるわけなのよ。だって4位だよ、カレーライスの次だよわし。まあ、最後ですね、大切なですね、ちょっとお伝えしなきゃいけないことなんですけれども、2020年大賞になったスンちゃんはですね、脱退しました。もうやめました。はい、まあね、輪廻転生してインスタグラムやったりとか他のグループになるのを待ち続けたいと思います。ということで大賞はすんちゃんでした。そしてコメントでも、私もこういうファンサされたよみたいなこととかぜひ教えていただければと思います。それではまた見てください。皆さんも推しとお幸せに。